世界民主青年連盟は1945年に結成された青年の国際組織、略称世界民政連、世界民主主義青年連盟と呼ばれることもある。国際連合に認定された非政府組織であり、経済社会理事会及び国連の招集する各種会議にオブザーバーとして参加し、理事会への仮議題提案権を持つ一般協議資格を有している。 2003年の時点で103の国と地域から162の団体が加盟しており、その多くは社会主義、共産主義を施行する青年学生団体である。本部はブダペストに置かれている。日本では日本社会主義青年同盟、在日本朝鮮青年同盟の2団体が加盟している。かつては日本民主青年同盟も加盟していたが、2020年2月、 現在、世界民政連から脱退している。世界青年学生祭典をはじめとする、各種集会、会議の開催、国際会議への参加、出版物の発行、声明の発表、各種抗議行動、世界各国へ代表団派遣など、国際青年学生運動発展のための活動を、世界規模で行っている。世界民政連の旗を持つ女性。1950年。 1945年11月、世界63カ国の青年代表が参加する第1回世界青年大会がロンドンで開かれ、世界中の平和、自由、民主主義、平等、独立の目標を掲げて、世界民主青年連盟が結成された。1949年、冷戦の激化の下で分裂。同年8月、アメリカ・イギリスなどの青少年団体は、 37カ国の代表を集めてブリュッセルで世界青年会議を結成した。世界民生連第2回大会は同年9月ブダペストで開かれた。1953年7月25から30日ブカレストで第3回総会。106カ国から1500人が参加。1999年キプロスで 第15回総会2003年3月4から7日、ハバナで第16回総会。70の国と地域から約150人が参加。2007年、ハノイで第17回総会。2011年11月9から12日、第18回総会がリスボンで開催され、パレスチナ、西サハラキューバミャンマーにおける。 反帝国主義闘争への国際連帯が呼びかけられた。2015年11月、第19回総会が、ハバナで開催され、シリアやパレスチナをはじめ中東における、反帝国主義闘争への連帯が呼びかけられた。議長に、キプロス統一民主青年機構、初期長に、キューバ共産主義青年同盟を選出。2019年12月、第20回総会が、 キプロスの首都ニコシアで開催され、議長にスペイン共産主義青年同盟が選出された。ありがとうございます。